谷のところね、平たい道をずっと歩くので、ちょっとこれも行ってみないとわからない。すらら。これ小川のなんか三つぐらいあるんだよね。練習したい人アイゼンつけてもらっても、練習もせんやったら何しに来たかわからんわけね。せっかく来たけさ。すごい。ちょっとアイゼンつけて、私もつけよう。私がつけたから話すな。私もつけよう。余ってるんですね。余ってるんですよね。こちらはね、こっち通してもいいんだけど、仕事は大きい。やばい。で、閉まったらこうしてからさ。でもあんまり短くしたら腰に。そう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 。邪魔になるよね。これが引っ掛けるんよ。そして最悪引っ掛けてしまう。こうこんなとこにこんなとこにあったらね、こっちでこう踏んづけてしまってさ、はいはいはい、でこれ、こっちの足が出せんでからね、もう大怪我するんよ。いつも足、いつもより足を上げ気味で歩く。普通やったらこれぐらいでしか足を上げんやろ、はい、内側のこのエッジで引っ掛けるんよ、この内、ここの内を、内側を引っ掛けるから、この内のエッジで。それもちょっと気をつけて、だからいつもよりこれぐらいで歩いてるやったらこれぐらいで歩く、これぐらいでしか歩いてなかったら、合図つけたときはこれぐらいで歩く、ね、引っ掛けるから内側を、で前も引っ掛けるから、ちょっと足をいつもより高めで歩く、ね、それにちょっと気をつけて、疲れたら足がだんだん上がらんようになってくる。離れて歩くんですか。ずれ、足、アイゼンの位置がこう歩くたんびにずれるような人がいたらね、ちょっと少し緩すぎるから調整して。これ風穴、あそこの大きな風穴が、ちょっと遊んでいこう。4度 C に保たれて4度 C。あ、ライトがいるわ。あら、急に真っ暗や。あ、案外と狭いんですね、入り口。あ、暗い暗い、ライトがいる。あ、あったかいですか。あ、あったかい、あったかい。あ、なんとか堤防、あそこね。あ、色が全然違うね、ほんと。海が死んでしまってるよ。色が薄いね。色が薄い？あ、あれね。はいはいはい。佐賀と長崎で。ついてるじゃん。あ、でもこう見るとほら結構ついてるんですよ。あ、ついてるついてる。枝の先は。無表ですから。全然。これは粉引きがついたんじゃなくて無表ですね。無表ですね。精神正真正銘の。火開けて。おすらら。あ、あるある。あるやん、ここ。
すごいすごい。見て見て。あるやん、いっぱい。あ、いっぱいあるじゃん。すごいすごい。いやもう大満足。すごいすごい。おお、これはもう空見上げてもね。写真になります。すごいすごい。おお、そこすごいじゃん。そこがすごい。あの枝揺すらんようにしてください。枝を大事にですよね。すごい、お花が咲いてるみたいやろ。すごいすごい。おお、あ、私のドアに叩きました。すごい、すごい。生成診断の、生成診断の溶岩ドームなんだ。すごいね。よかった、3点ちょっとだけ残っとってよかった。うん、すごいすごい。おお、いいね。綺麗です。いいじゃん。すごい。写真撮ったらね、全然あるよね。うん、見えますか。綺麗。あ、綺麗ですね。溶岩ドームだって。こっちのドームはあれ？平成新山のドーム、これ。へえ。左が平成新山溶岩ドームです。へえ。もう少ししっかり見れるところに行きますから。はい。わ、いっぱいあるじゃん、これ無表。よかったね。よかったね。リーダーないないちゅうてからあるやん、いっぱい。ないないちフェイントフェイントかけてから。こんなん、いや、ね、こんなんじゃないよ、あの全面の足の前に。私はもう僕も残っとってよかった。私たちはこれしか見たことがないのです。大丈夫です。これでいいですよ。次見た時また感動があるから。そうですね。これが全てですから、今の私。リーダーはね、一番すごいの見てるからね、これじゃ満足できないんで。申し訳ないなんです。全然です。あるじゃん、いっぱい。上等上等。そこで5メートル奥まで行って、ちょっと写真。おお、いっぱいある。すごいすごい。はあ、あるある。おお、湯気が。この地下にはマグマがあるしことやね。すごいすごい。あっちも、あっちも、あの上まで360度、360度、いいよ。はい、はい、顔だけでいいです。湯気がすごい。これちょびっとあるのもいいね。こうやってちょびっとね。うん、この映像で見るとね。あそこはすごいな。すごいね、溶岩ドーム。強烈やろ、この平成新山の溶岩ドーム。すごいですね。雲がえらい流れてますね。すごいやろ。これ火砕流の跡ですよね。火砕流。きれいきれい。じゃあこっち。よいしょ。ひょっとしてこれが三角点？三角点みたいね。タッチ。よいしょ。あれ抜けんだけ。これが溶岩ドーム。お、風が強い。お、あ、こっちは有明かい？
国見はってやつ、いいですよ、よくわからないけど、おお、霧氷がいっぱいあるじゃないですか。霧氷、霧氷がいっぱいある。おお、これは面白い、面白い、面白い、これも面白い。347です。すごい。あ、ドーム上がとんがっとうですね。ほんとね。あ、そっちか。ごめん。こっち1347。向こう側でもあれ書いてあるんですかね。みんな並んで。並んで、はい。じゃあ、じゃあ。よし、私も行きましょうか。登ってきたところ、今度はヒヤヒヤ降りる。これがいいね。これが綺麗だ。ああ、綺麗。国見岳山頂。ここに登ってこんとあんな景色を見られるもんね。国見岳山頂です。素晴らしいね。あ、平成新山の溶岩ドームです。そこ妙妙妙。いや、やっぱこちらに行くんですね。また行った。あの山の向こうが駐車場だから。あの山の向こうが駐車場だから。あの木の根っこ使って。見えんけど、そこ足の置き場所がある。待ってて、下まで行っちゃいかんよ。そこで待ってて。ケツ落としてから、ケツ落として、そうや、そうや、そう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 、あ、ケーブルで降りるんじゃないんですか。あ、乗りたかったな。はい、ティンバーゴ朝食、ティンバーライン。